私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。大野智は膝を負傷でダンスが踊れない。病気で痩せた噂で体調を心配する声が続出。国民的人気グループ嵐のリーダーとして活躍する大野智さん。2020年12月をもって活動を休止することを発表した嵐ですが、その理由の裏に大野智さんの体調が関係しているのではと囁かれているんです。気になる噂について徹底的に見ていきたいと思います。大野智は膝が悪くてダンスが踊れない。ジュニア時代からダンスの上手さに定評のある大野智さん。実は膝を痛めており、ダンスのキレが落ちていると言われているんです。一体いつ膝を痛めていたのか調べてみると、どうやらジュニア時代からのようなんです。京都で2年間舞台を行っていた17歳の頃から足痛いとよく言っていたという大野智さん。嵐が結成されてからは両膝と左の股関節に爆弾抱えてると発言もしています。実際にテレビやコンサートなどでは膝をつく振り付けの時に大野智さんだけ膝をついていないなど、膝を痛めていることがわかるようなシーンがたびたび見られており、ファンからは心配する声が上がっています。とはいえ、膝を痛めたからといって常に痛いわけではないと思われます。歩いたり走ったりできなくなっている様子は見たことがないので、これ以上悪化させないためにも足にサポーターを巻いたり、膝を曲げずに踊れるダンスを作ったりしているようです。現在、大野智さんは休む暇もないくらい忙しい日々を送っていると思いますが、無理をしないで過ごしてほしいですね。大野智に体調不良の噂。嵐での活動に加え、ドラマや映画、CM などの個人活動でも大忙しの大野智さん。そんな2020年には、大野智さんに体調不良の噂が流れていました。2020年12月31日をもって活動が終了した嵐。ファンからはメンバーの体調面が心配されてましたが、2020年の東京オリンピックはコロナで立ち消え。嵐最後の年は、コロナによって嵐の様々な活動が自粛され、寂しいものとなってしまいました。いずれにしても、活動休止することを発表した際の大野智さんのコメントから察するに、私たちが予想している以上に仕事面でストレスを抱えていたのではないでしょうか。一方でジャニーズ事務所の公式サイト、ジョンキスネットの今週の一言ではファンの体調を気遣う様子を見せた大野智さん。2月に入りました。体調気をつけて。楽しんでいきましょう。ファンはもちろん、嵐の他のメンバーの体調もよく見ている様子がうかがえます。体調が悪かったり、多忙で振りやフォーメーションが完璧でないメンバーがいれば、いつでもさりげない横目で確認をしてるリーダーは大野智を何度も見てきた。それが大野智という人。大野智さんは嵐のリーダーにふさわしい、誰よりも優しい人物であることがわかりますね。ですが、ファンとしてはもう少し自分のことに目を向けてほしいという意見が多く、大野智さんの体調を心配する声が相次いでいました。体力面も精神面も疲労が蓄積されていたとは思いますが、無理をせずにメンバー同士で支え合って甲斐もあってか、嵐の活動は無事終了しました。大野智は病気なの。痩せた姿を心配する声が続出。2020年で活動を休止した嵐ですが、その原因として大野智さんの病気説が噂されています。他のメンバーに比べて、大野くんだけなんか痩せたというか、やつれたというか、疲れた顔をしてるなぁと思っててんだよね、最近。病気とかじゃないよね。一部では精神を病んでいるのではないかという声も聞こえてきており、このことが原因で嵐は活動を休止する事態に発展したのではないかと言われています。活動休止についての記者会見では以前より痩せた様子の大野智さんにファンの皆さんは驚いたようで、メンタル面を心配する声が相次いでいます。嵐のリーダーでもある大野智さんは責任感が強く、優しく真面目な性格のため悩みを一人で抱え込んでしまっていたのかもしれません。病気説については話が大きすぎる気がしますが、20年近くもほぼ休むことなく最前線で活躍してきたため、少し休息の時間が必要になったのでしょう。活動休止となりましたが、
大野さとしさんはじめメンバーが心身ともに健康であることが一番ですので、これからも温かく見守っていきたいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。